皆さんこんにちは、神谷でございます。今日は5月の4日でございますね。はい、あのゴールデンウィークももうあの後半なんでしょうかね。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日もすごい天気いいですよね。はい、なんかあのお出かけにはいいのかなっていう感じですけれども、この間母の関真理子物語という母のチャンネルの、トークの動画を、収録してる時に、なんか母が趣味の話をしていて、今週末、日曜日の12時ぐらいにアップロードされる、母の関真理子物語で語られてるとは思うんですけど、母ってすごい読書が好きで、源氏物語とかなんかそんな話になったのかな、なんかちらっとそんな話になった時に、あ、そういえばなんか源氏物語の、紫式部が清少納言のことを、同じ、時代のこうなんか二大小説家というか、そんな感じの扱いですけども、清少納言のことをめちゃくちゃバッシングしてるっていうなんか記事を読んだことがあって、ちょっとね、これほらトリビアをなんかご紹介するみたいなやつをやっていたので、ちょうどそんなのを思い出してちょっとご紹介しようかなと思うんですけれども、昔の辺の人たちって、当然 SNS なんかないから、なんか日記とかを公表して、それでなんかこう自分のなんか考えとか発信してたそうなんですよ。でその中でその清少納言のことをね、紫式部が批判してたと。で原文の書き出しが、清少納言こそ下り顔に意味中はべりける人っていうなんか、文章からなんか始まって、要約するとなんか清少納言さんはふふんと得意げな顔をして文章の中に漢字を使いまくっていたけれど、書かれたものを読むと漢文の知識はまだまだ未熟、あんな風に人と違うんですよ私は、と思い込んでる人って絶対に周りと比べて見劣りするようになるはず。一時期の調子は良くてもその先は続かない。感性を売りにする人ってぶっちゃけ普通のことにも素敵、感動、最高って騒ぐから結局中身のない人間になっちゃう。そんでその先どうすんのって傍から見てると思うけどね、っていうのが現代風にこう訳されたなんか文章らしいんですけど、よう変わってないってことですね。なんかそれがその日記がなんか今ほら SNS になってるっていうね、なんかその発信するなんか、方法は変わっても、なんかこの間のなんかトリビアの時も言ったけど、なんかね、壁画になんか最近の若いものはね書いてあるっていうなんか聞いたことがあるんですけど、もう本当時代って繰り返されていて、そのなんかツールだったりとか、なんか、発信する手立てがこう変わっているだけで、結局なんか一緒なのかなっていうね、ちょっと面白い記事があったので、ご紹介してみました。で今日はまたちょっとね、まだまだねあるんですよ、もう面白いトリビアが。なのでちょっと今日もちょっとゴールデンウィークのなんかレジャーの箸休め的な感じで、年末の飲み会でのなんかトークにのネタにもならないような、そんな知識を、皆さんとシェアしたいと思います。はい、遠くの緑を見ると、視力が回復するに医学的根拠はない。よく言いますよねこれね、なんか遠くの方を見なさい。でも多分近くのもの見てるより遠くのもの見てる方がいいと思いますけどね。車の窓ガラスは割れた時に人に刺さらないよう、割れると粉々になる仕組みになっている。それをなんか粉々にならないようにね、シートを売ってますよね。はい、切手を舐めた時の摂取カロリーは2キロカロリー。カロリーがあったんですよ、切手にもね、海苔にも。はい、鮭は白身魚であるね。白身魚と何？なんていうの？青魚？青か白かって言ったらね、あれピンクだから白なのかな。はい、タイヤメーカーブリヂストンの創始者の名前は石橋さん。はい、ブリッジとストン。これはね知ってた。サントリーは確か鳥居さんでしたよね。はい、鼻水は、体の中で1日に1リットルも作られる、ね、知りませんでした。どこに格納されてるんでしょう。手首から肘までの長さと足の大きさはほぼ同じって言いますよね。そうなのかな、私そんななんか足大きくないんだけど、なんか肘の方がなんか
なんかまあでも近くで見るとこんなもんなんですかね。はい、両手を広げた時の長さと、身長はほぼ同じ。はい、これもねよく言いますね。コーヒーをよく飲む人は飲まない人に比べてがんになるリスクが低い。うん、これはね前ねカフェクレールっていうねライブスポットがあって、でそこのマスターが、まあ、そこって喫茶店なんですよね、カフェというか。でたまにそのコーヒーの効能についてのなんか講義とかを講座とかをねマスターがされたりしてて、結構その効能の中にねこれはねおっしゃっていましたね。車のサイドブレーキの単位は1ノッチ、2ノッチと数えるね。1ノッチ、2ノッチ、かわいいですね。鼻呼吸は片方の穴しか使っていない。あ、そうなんだ。へえ、知らなかった。インド人だからといって毎日カレーを食べているわけではない。これはなんかちょっとね、何なんだろう。インド人で頭にターバンを巻いている人の割合は人口全体のたった 2%。あ、そうなんだ。うん、まあそうなんでしょうね。そんな、だってあれですよ、自転車乗れない中国の方だっていらっしゃるでしょうしね、手紙の書けないカナダ人だっていると思います。チョコレートという言葉は直訳すると苦い水という、意味になる。そうなんですね。はい、ポカリスエットは直訳すると汗ジュースという、うん、これはね知ってる。だからこれ名前変えないとんでもないことになるよねっていうね、話がありましたよね。はい、セブンイレブンのロゴの文字は N だけが小文字になっている。セブンイレブン、正式な理由は明かされていない。なんかあるんでしょうね、なんかね、隠された意味が。はい、世界では過去に笑いすぎて死んだ人が何人かいる。まあだって笑いすぎちゃうとさ、なんかこう息入ってかないから結局窒息死になったりとか、なんかでこう痙攣とかね、そういうことなんですかね。ミッキーはダウンタウンのハマちゃんを見て思わず二度見してしまったことがある。まあそりゃそうでしょうよ。だってミッキーだってね、中に人入ってますから。私だってアメリカでドナルドダックに足踏まれましたからね。うん、ディズニーランドのトイレには、鏡がない。お客さんが現実世界に戻らないようにするため。うん、確かにそうですね、鏡がないような気がする。あ、そうですね、そう言われてみれば、メリーゴーランド、正しくはメリーゴーラウンド。うん、そうなんですね。鍵盤のどの音から始めても全音、全音、半音、全音、全音、全音、半音という順番で弾くとドレミファソラシドの音階になるって、それは当たり前だろうね。え、知ってます？ C のキーっていうと、 C っていうのはドですから、ドから始まってドレミファソラシドのキーが C のキー、D のキーっていうと、 D っていうのは、レなので、レがドになってドレミファソラシドで、全部そのキーになってるってことですね。当然です。はい、赤ちゃんにはもともと虫歯菌がなく、虫歯になる原因はキスなどで大人から菌を移されるから。これね、私もほんとめちゃくちゃ信じて、子供にはね、もう本当になんか間接的に、例えば同じスプーンを使うとかっていうこともね、めちゃくちゃ気をつけたんですよ。そしたらね、今でもないですね。でもそれが効いてないのか、それともちゃんと定期検診を受けさせているからなのかっていうね。定期検診さえ受けてれば結構最初の段階でわかるじゃないですか。でなんかやっぱ言われましたよ、ちょっと虫歯になりかけてるので、ここをなんか磨くようにしてくださいって。だから、まあ、これが効いたからじゃないでしょうね。マサイ族は普通にスマホを持っているでしょうね。よく聞くとアナウンサーは必ず 10% を10分 10% 10分を 10% と10分と発音している。それはそうですよね。うん、午後5時50分っていうふうに発音するって言いますよね。はい、午後っていうのの、2個目の午っていうのは、鼻濁音で発音するのが、正解でございます。はい、カスピ海は湖か海かで20年以上論争され、結局海になった20年以上論争したんだね誰が。帽子をかぶるとハゲるは医学的に証明されていない。これ さっきも出てきたよね、こういう医学的に証明されてない説。わかめを食べると髪が生えるも医学的には証明されていない
はい、ガムと一緒にスナック菓子を食べるとガムは溶けてなくなる。これ知ってる。溶けてなくなるよね。はい、どこへ行くんでしょうか。ケチャップは1830年代のアメリカでは薬として特許が取られていた。何に効くんでしょうか。昔は熱中症ではなく熱射病、日射病という言葉が一般的だと。それはそうでしょう。だって私だってあの日常的にそれね使ってました。あなた帽子かぶってきなさい、日射病になるからってねよく言いましたよね。はい、秋田県民はケアくなど一文字で会話することができる。これ寒いからあの口をあんまり開けないってね青森の方とかね言うそうですよね。けだけで4種類ぐらいね、あの意味があるって言いますね。ちなみにスペイン語のラも4種類ぐらいありました。手持ち花火の先端についている紙はちぎってから火をつけるのが正しい使い方。これはね分かんない。誰もあれ読まないもんね。あの裏にいろいろ使い方とかさこう書いてあるんでしょうけど、今更ね花火やろうっつってね薄暗い中であれ読む人いないですからね。そういうのあるんでしょうね。はい、孫の手の孫は中国の美人仙女のこと。あ、知りませんでした。はい、サイコロは6面、それぞれの穴の数によって重量に誤差が出るため出る目の確率は均等ではない。一番出やすい 目の数は5だと言われている。あ、これ知らなかった。でもそうですよね。確かにあれはもうなんか重さが変わってきちゃいますからね。はい、そんなわけで、今日どうでしたでしょうか。なんかあれっていうのねありました。なんか医学的に証明されてないっていうやつね。本当これ聞いてどうすんだみたいな、そんな感じもしますけれどもね。まあでも信じる気持ちが 大事なので、わかめと思ってね食べると髪の毛生えてくるかもしれません。はい、今日はこんなところです。ゴールデンウィーク楽しく過ごしてください。